わー、なんだなんだ。ん？なんだろう。歓声が上がったのかな？あ、あやとりさん、ちょっと待って。なんだか窓の外が騒がしいと思わない？そうね。ちょっと見てみようか。なんだなんだ。あ、すごい。雪が降ってきたよ。ほんとだ。雪だ、雪だ。すごいね。ホワイトクリスマスだ。そうね。あれ？でも、なんだか雪とは別に盛り上がってるような。どうしたの？あそこかな。何やら人が集まってるみたいだけど。なるほど。誰かが告白したみたいね。わお、すげえな。公開告白だ。告白？れ？あの中心にいるのってさっきの挨拶をしてた人じゃない？そうね。マジか。誰？私のことをね。誰？女子 A、 あの男子もやるじゃない。のりこ。のりか、どうすんのよ。この子がのりこさん？でも私はクリスマス委員長以外にもいろいろやることがあるの。忙しすぎて相手にできないこともあるかもしれないし。なんだかイライラするわね。相手みたいにはっきり言えばいいのに。 やめてやれ。付き合ってあげてもいいわよ。わー。 ああ、よかったね。 こんな日に告白されるなんておめでたいわね。あやつりさん、何その顔。まさかお前も、まあ、告んなきゃいけないんだけど。いや、別に。私は全然気にしてないわよ。そうなの？だって幸せは平等であるべきでしょ。せめてこんな日くらいはね。 なるほど。こっちよ。なんだなんだ？こっちか。あやつりさん、一体どこに行くつもりなんだ？昔の話なんだけど、なんだなんだ？ある日、私はサンタさんがいないことを知ったのよね。それも現実を突きつけられて。よくある話だと、両親がプレゼントを入れてる姿を見たとか、そんな感じ。私の場合はもっとひどかったけどね。どんな風に？それは秘密。そっか。でね、サンタさんがいないって知った私はその時に決めたのよ。私がサンタさんになるんだって。おお、あやつりさん。本物になれないことは分かってた。でもサンタさんみたいなことならできるって考えたのよ。サンタみたいなこと？そう、クリスマスには平等に幸せを。ああ、それでクリスマスインに？なるほどね。あやつりさん？はい、お話終わり。着いたわよ。え？なんだなんだ。でも、ここって。いいからいいから。おお、ツリーが目の前にあるよ。すごい。特等席よ。へえ。ツリーを見下ろすなんてなかなかないシチュエーションよね。そうだね。それに加えて仕掛けがもう一つ。なんだなんだ。え？そろそろかな。おお、ああ、ツリーが点灯したのかな？ どう？これが今年の目玉よ。へえ、すげえ。見
取れちゃうよ。何よ。いや、綾瀬さんが可愛らしく見えてついにね。からかわないで。だってそんな目をした、なんだ噛んだそんな目をした綾瀬さんなんて初めて見たから。うん、無邪気ですごく可愛い。怒るわよ。し、大きな声を出すと用務員さんがまた来ちゃうよ。もうこっち見ないで。あれ機嫌悪くした？ほら怒っちゃった。あやつじさん、何？折り入って聞いてもらいたいことがあるんだけど。もしかしてそれって？そう、私の気持ち。来るか？いいわよね。うん。きっかけはあの手帳を落とした日。手帳？そう、拾ってくれたでしょ。その後に大変な目にあったけどね。本当のことだよ。分かってる。あの時は私も必死だったのよ。でもあんなことがあったからこそこうしていられるの。今思えばあんなことをしなくてもちゃんと黙っててくれるって信じられるのに。あやつりさん来たね。ねえ、私の目標の話覚えてる？あんな強烈なの忘れる方がおかしいよ。難しいよか。そうかもね。でも本当のことを言うと、あの時私にはすでに新しい目標があったの。え？そんなことは一言も言えるわけないでしょ。あなたのそばにいられるように頑張るだなんて。それって？うん、そういうこと。私、私あなたのことが好き。あなたの存在が何よりも大事なの。あやつりさん、誰も知らない私を見つけてくれた。すごくすごく嬉しかった。あやつりさん、同じことしか言ってないぞお前僕もあやつりさんが好きだ。誰よりも真剣に生きてるあやつりさんが大好きなんだ。怒ったり笑ったり、時には泣いたり、そんなあやつりさんをずっと見ていたい。ずっとそばにいたいんだ。あやつりさん好きだ。嬉しい。うん、本当に嬉しい。ああ。私、もう自分を偽らなくてもいいのよね。うん、ありのままでいいよ。そんなこと言われたの、生まれて初めて。そっか。今日まで生きてきてよかった。
何？ありがとう。私、やっと幸せになれた。終わったー終わったよー。いやー、やっとやったー、終わりました。いかがだったでしょうか。あやつりつかさ編ですね。いやー、動画の数的には他のね女の子だって比べると短かったんですけど、内容がねかなりこう積み込まれたような詰め込まれたような、内容でしたね。いやー、無事にね終わりました。なんとかねあやつりさんも自分を偽ることなくねありのままのね私ね見せるのよとレッドイットゴーカーっていう感じですが、いやー、うん、よかったと思います。無事にね終わりました。まあ手帳をね拾うまではね、本当のって言い方もおかしいけどね、仮面をかぶったあやつりさんとのルートでね、初めて見た方にとってはね、あ、なんていい子なんだ、完璧な子なんだっていう感じがしたと思うんですけど、結局このお弁当は何だったんだろうね、どれを作ったんだろうねあやつりさんは。難しいところではありましたが、なんて答えたんだっけ俺、ウインナーのあれだっけ、ベーコン巻きかなんかだっけ、確か選んだような覚えがありましたけど、なんだろうね、あやつりさんねえ何を考えてるのか分かりにくいっていうところがありましたけど、まあ最終的にはね結ばれて自分を偽ることなくありのままでいてもいいよと、ねえ、よかったよかった。やっぱね会話がねすごい状態でしたね。アイちゃんの時にもね会話なかなかひどかったんですなんていう話をしてたんだけど、それをね超える勢いでのひどさだったんであれでしたけど、どうなんだろう、クラスであやつりさんはまあこのね変態がいるから孤立することはもうないと思うけどね。ねえ、この二人が結ばれてなんとかね、あと梅ちゃんとかもね一緒にねなってあげればいいのかなと思いました。いやー、これでついにメインの女の子全員終了ですね。無事に全員ベスト出しました。さあ残るはあと1人といっても隠しキャラの子の子なんで噛んじゃったよ。その子の出し方についてさっぱりもって僕わかんないんで、もうこれはもうあらかじめ言っておきますけども、完全に完全にって言い方もおかしいけどな、攻略ガン見でいきますもう攻略見ないとわかんないんでね、そこでやっていきたいと思います。いやー、やっぱりあれだったね、カオルちゃんの時以上に蹴られ殴られしてましたねあやつりさんには。いやー、どうなんですかね、時間に余裕が持ってたっていうけど、相変わらず先生にはいろいろ頼まれたりするんですかね。あの仕事の量はおかしいと思うよ普通に考えて。なんでさ、希望、進路希望のさ調査をまとめなきゃいけないの、あやつりさんがびっくりしたよ。そんなん先生の仕事じゃんね、いたかなそんな風にやってた人。どうなんだろうって感じはしますけど、この後二人どうなんだろうね。これさ、例えばですけど、この二人は結婚したとしても絶対に主人公は、ね、奥さんには逆らえないよななんか子供もそうなりそうおのこしは許しませんよみたいな感じになってさ、やだよママとか言ってさ、おのこししたら分かりますよねみたいな感じで脅されそうだもんな。いや、お母さん強しって感じになりそうな気がしますけどね。なんだろう、今までねいろんな女の子のねルートやってきて、いろいろねこのエンディングのスタッフロールではいろいろ喋ることがあったのに、なんだろう、
あやずりさんはなんか喋ることがなかなか見つかんねえな。おかしいな。まあでもこれでね、仮面をかぶる必要がなくなったんでよかったと思いますよ。うん、今まであやつりさんの拠り所っていうのがなかったんだろうな。家族っていうのもね、複雑な家庭だったし、周りのね人たちに対しては優等生っていう、もちろん優等生は優等生なんだけど、本当の自分じゃないね自分を作り出さなきゃいけなかったのに、まあこの変態が現れてよかったね。よかったよかった。おお、なんだ。結局私たちは一夜を寄り添って過ごした。うん、誰よりも近くにいることを確かめ合うかのように。うん、今ならはっきりと言える。私はこの世界に一人きりなんかじゃない。すぐそばにあなたがいてくれる。このぬくもりを信じていればもう誰にも傷つけられることはない。私は忘れないだろう。たとえこの先幾年の月日を経ても、私が私でいられる場所はただ一つ、あなたのそばだってこと。ねえ、ん？前にした昔話覚えてる？ああ、うん。あの亀さんはやっと自分に気づいてくれる人に出会えたよ。あ、よかったね。そっか。じゃあその人からの伝言を亀さんに伝えてくれるかな。え？一緒に幸せになろうねって。うん。おお、いい終わり方だな。うん、なんだろう、次の日とかだったのかな今のは。なんだ、ヒント。おん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 、またなんかイベントが追加されましたけど。うん、セーブしまーす。というわけで無事に操りつかさルートも終わりました。これで、メインの女の子たち6人ルートすべて終えましたよ。いやー、これで6人全員ベストを出しました。やったねと。やったな大将っていう感じなんですけど、一応ですね、メインの女の子たちはすべて終わりました。ここまでご視聴ありがとうございました。まあ操りさんのルートはね、動画の数的には結構短かったというか少なかったんですけどね。うん、無事に終えられました。で、残すはあと1人、僕の大好きな女の子。うん、まあそうですね、隠しキャラの子なんで飛ばし飛ばしで見ていきたいと思います。で、一応ねその攻略サイトを見て、どういう風に出すのかっていうことを確認してからやっていきたいと思いますので、あらかじめ言っておきますけど、もう攻略サイトはがっつり見ておきます。じゃないとね、これもう分かんないからね、普通にまた女の子と結ばれるようなルートやっちゃうからね。頑張っていきたいと思います。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。今回はここまでにしておきます。では、次回、隠しキャラの女の子のルートの方でお会いいたしましょう。まあ、本来ね、その子が僕目的だったんで、やっとね、目的が果たせるんですが、頑張っていきたいと思います。では、次回の新しいルートの方でお会いしましょう。バイバイ。僕は変態紳士になりますって言ったのか。お前自分のことを普通だと思っていたのか。知らぬは本人ばかりってね。あなたがいた私じゃない私っていうのもちょっと素敵だなって思った。最近だとテレビ番組よりをね、実況動画見ちゃうわ。いろんな方の。もうやだ、なんでこんなこいつリンクすんの。俺ちょっと近寄りがたいタイプだな。俺にとっちゃそれってさ、あやつりさんの仕事じゃなくね？先生の仕事じゃないのこれ。本当に何でもできんだな。立ちつてとと差しつてとが苦手なんだよ。どんだけこいつとリンクするんだ。
おう、ないんですね。マジですか。うーち、綺麗な梅ちゃん。ねえ、あやてさんってかっこよくない？なくなくなくない？こうやって見るとね、似てるよね。似てなくはないもんね。だからね、お礼にお弁当持ってきたの。マジでか。このお弁当実はあやつりさんのでなんかもらっちゃったみたいなことじゃないよね。大丈夫かな。あれ違うの。あなたってちょっと面白いね。面白いっていうかね、変なんだよ。変だよこいつは。触り方。おい、いや聞いてくれって、あやつりさんの髪の毛がなサラサラですごい綺麗なんだって。ああ消えた。まさか落とすなんて思いもしなかったわ。答えなさい。暇でしょ。あー、はい。梅原、残念だがそれは幻想だ。おお、ファントム。分かってるでしょ。ご指名ありがとう。いい人なのにほどほどにしないと目障りだから。特に興味なかったし覚えてないわ。でしょうね。すげえ声出た。誰？バカじゃないの？犬よ犬。いやー、変質者。皆さん、ここに変態がいますよ。そうですよ。そんなにホクホク連呼しないで。なんか踊ってるのしか見えないよ。あの左から2番目の女の子、みたいな感じで踊ってますけど。すみませんでした。変な深読みして勝手に怒ったりして。マジでか。こんなものよりもっと大切なことがあるって分かってきたから。まんまだね。どういう意味？イメージにぴったりとか。だからどういう意味？絶対嫌。多分あの辺に沈んでるわね。私ね、あの橋の下で拾われたの。マジでか。よろしい。どうした梅ちゃん、よろしいですわよ。当たった。おお、カオルちゃん来た。かっこいい。何ぼーっとしてんのよ。かっこいい。やべえぞ、この二人に勝てる気がしねえ。あやつじさんの目に留まる働きがなかったら、うん、あとですか。あー、どうしよう。これは悩むぞ俺は。タイムを測ってたら難攻新記録間違いなしだったぜ。あなたと私の価値観が違うの。だからあなたの価値観を私に押し付けるの。私にはね、自分がないの。私にはこれが全てなの。否定するようなことは言わないで。それではあやつじつかさプレゼンツ、うさぎとカメの始まり始まり。お、あれか、自分に置き換えてるのかな。ジェット観覧車ね。あやつじさん、何を。胸は元、うわ。余計なこと。胸は元からそんなにないんじゃ。大して親しくもない人と私が遊びに行くとでも。そうね、なんだろうね。嘘、無効か。それならあなたが差し詰め。変態変態変態ね。お金、年上の女性、手当たり次第だこいつ。もっと強く。バカだ。私の唇を奪って。なんだ急に。だってしょうがないじゃないか。できないんだから。雨に濡れたあやつじさんが色っぽいな。すげえイケメンの声、さすがだな声優さん、かっこいいな。僕たちが、僕たちが、うん、僕バカじゃないの？もう変態。ありがとうございます。ありがとうございます。僕のローアングル探偵団が。あ、来ちゃった。ローアングル探偵団。バレた、バレたぞ。しかもこれじゃフォークダンスなんて言えないわよ。どういう風に踊ってんだ。こんな日に告白されるなんておめでたいわね。
いや、あやつりさんが可愛らしく見えて、ついにね。あなたのそばにいられるように頑張るだろう。私、あなたのことが好きだ。僕もあやつりさんが好きだ。私、もし自分を偽らなくてもいいのよ。ありがとう。私、お幸せになる。あのカメさんはやっと自分に気づいてくれる人に出会えたよ。